やん、筋肉、キャワワクニャイ。僕はそうは思わないな、出てくんなし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、なんか看板立っとる。北、ブルーク牧場、東、ホットランド、ハテナハテナ、テミー村。何ハテナハテナって。なんかいろんな場所に行けるっぽい。ブルーク牧場。え、なんなの？牧場経営してるの？なんか家の形までこんなんなんや。え、入れん。あ、びっくりした。入れんのかと思った。あ、どうも。あ、本当に来たんだ。ごめん。まさか本当に来るとは思ってなかったから。何もないけど、ゆっくりしてってね。な、ヘッドホンつけとる。かわいい。何か音楽でもかける？別にかけなくてもいいけど。クモの巣だ。スイーツ即売会のチラシが引っかかっている。CD だ。ラベル面にグロスマスソングと書いてある。グロスマスソング。再生する？うん。CD を再生した。怖いんだけどなんか。CD だ。ラベル面にブルブルウェーブと書いてある。再生する？うん。なんで不気味な曲しかないの？ブルブルチューン。ちょっと間抜けな感じ、これがいいかな。あ、お腹減ってる？じゃあおやつを用意するね。ありがとう、ごめんね。人んちで勝手に冷蔵庫開けようとして。はい、ゴーストサンドイッチだよ。食べてみる？食べる。ゴーストサンドイッチを食べようとした。しかし、すり抜けてしまった。え、そういう感じ？え？あ、ダメだね。人間は食べられないものなのね。美味しいご飯を食べた後は床に寝転がるとゴミみたいに気分になれるよ。なりたくないです。うちの実家ではみんないつもそうするの。君も一緒にやる？やる。じゃあ真似して。動かない限りずっと寝たままでいるんだ。こんな風にね。だから起き上がりたくなった時だけ動いてね。楽しかったね。ありがとう。いえいえ。それはテレビだよ。それで面白い番組を見るよ。時々ね。動画とかは見んのかな。ブラウザでは音楽共有サイトのページが開かれている。音楽が好きなのかな。ああ、名曲だね。最近こういうの少なくなったよね。そうなんや。知らんけど。こっちは？鍵がかかっている。ああ、入れんのよ。何？なんかよくわからない。カタツムリこれ。カタツムリだ。なぜだろう。どんな味がするのか気になってしまう。あー。あれか、トリエルさんが、カタツムリがどうのこうのって言ったよね。でんでん、ムシムシ。君はこれから長い旅をすることになるだろう。遠く、地平線の彼方まで。天狗にならず、いつでも謙虚でいなさい。わかりました。別荘が欲しいと随分前から考えていてね。そうかい。なになになに、これ見て見て見て、なんか下におることない？このカタツムリはお札を数えている。おお。あ、なんか気まずいね。今仕事中なの。ブルーク家のカタツムリ牧場へようこそ。まあ見ての通り従業員は自分しかいないんだけどね。前は結構繁盛したんだけど、お得意さんがある日パタッと来なくなっちゃって、今じゃ月に1回ケムクジャラの人が来るだけ。ケムクジャラの人とは？あ、ここから出るんや。なるほど。てか、遠ざかると消えるんやね、君。なにこれ、もしかしてレース？レースや。おお、びっくりした。ゲームする？サンダースネイルって言うんだけど、カタツムリにレースをさせるの。黄色いカタツムリが1頭になったら君の勝ち。1回10ゴールドだよ。カタツムリ選ばしてくれんのや。スタートしたら A を何度も押してカタツムリを応援してね。準備はいい？あ、一応ちゃんとあるんやね。3、2、1、5。全然動かんやん。どうした？おい、動けよ。おっそ、びっくりするぐらい遅いんやけど、どうしたん？全く動かんやん。こわ。何？逆さ向いたよ。あ、殻の中に閉じこもった。どういうことよ。出ろや、おい。レースエンド。ああ、カタツムリを応援しすぎたみたいだね。絶対失敗できないってプレッシャーに彼女は押しつぶされちゃったんだ。残念だね。はいや、カタツムリ。
待って、じゃあもう一回。黄色？じゃあ今回はあんまり応援せんかったらいいってことやね。オッケー。頑張ります。さあ行け。これ何もおさん方がいいんじゃない？逆に。ね、なんか応援したらびっくりするみたいやけんさ。でもさ、アドバイス通りに何回も押したら、なんか彼女が怯えたみたいなんやけど、てかメスなんやね、あの子。頑張れ、頑張れ。ちょっとは応援した方がいいんかな。どうなん？なんかスピード変わった？よくわからんねえけど。結局ダメじゃね？ちょ、頑張ってよー。くっ。どっちにしろダメじゃねえか。あー、君もカタツムリもすごく頑張ったけど、カタツムリはがっかりしてるみたい。彼女はベストを尽くしたけど、力は及ばなかったんだね。残念だね。まあじゃあそういうものなんやろうな、きっと。多分。わからんけれど。で、東がホットランド。ホットランドへ向かいます。ここがホットランド？誰？そこのお若いの。ガラクタばかりじゃが、買っていかんかね。え、何ビチャビチャって気持ち悪い。遠慮はいらんよ。あなたは誰？わしはもう随分長生きしてきた。ちょっと長生きしすぎたかもしれん。ま、歴史の研究には都合がいいがの。何しろほとんどこの絵見てきたんじゃからな。わっはっは。もしかして壁に書いてるのって全部この仮面？アンダインについて。アンダインかね？確かにあの子はここらでちょっとしたヒーローじゃな。不屈の精神と決意一つでロイヤルガードのトップに登り詰めた。そういえばついさっきここへ来てお前さんによく似た人を探していると言うておった。くれぐれも気をつけることじゃな。ついでにアイテムでも買うといい。命綱になるかもしれんぞ。わっはっは。王様は？ふわりん王かね。お気楽で気のいい男じゃよ。この国をあちこち旅しておれば、そのうち出くわしちゃろ。王はあちこち訪問して、民と話すのが好きなんじゃ。あ？なんでわしがドリーマンのやつをふわりんと呼ぶかじゃと？これがまた傑作だな。はて、なんでじゃったかな。まあ、しばらく経ってからまた来てくれ。それまでには思い出しちゃろ。そういう感じ？そういう感じなんすか。いきなり店だったけんびっくりしたんやけど。ここは？何もないの。何もない場所とかもあるんやね。ほら、こういうの亀のじいさんは書いとんやない。完膚なきまでに打ちのめされた我々は、根絶やしにされることを恐れ、人間たちに降伏した。そして強大な力を持つ、7人の人間の魔術師が、その魔力で我々を地底の世界に封印した。封印の中に入ることはたやすい。しかし、外へ出ることができるのは、強き魂を持つ者のみ。お、花がいっぱい咲いてるけど。あ、でもあれは、危険のか。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間魂に匹敵する強大な力で撃てば、バリアを崩壊する。なんか飛んでこん。びっくりしたー。しかしこの呪われた地には、入り口も出口も存在しない。従って、人間が現れることもない。我々モンスターは永遠に地底に閉じ込められる運命なのだ。その、封印を解いてあげればいいってこと、私が。お、明かりが。道がこうやって示されていくわけですね。はいはい。でもなんかちょっと明かりの掴む場所とかにもなんか、ああ、びっくりした。隠しボステミーが現れた。これはでかい。何それ何それ何それ。どういうこと？テミー。テミーフレークスを食べさせる。テミーが食べたいならテミーフレークスのみ。いやーん、ペコハラパターン。何？ちょっと意味がわからないけど、怖い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 。え？何？戻ってき、怖いー。そういう感じなの。テミーがこちらに駆け寄って勢いよくガバッチョしてきた。ガバッチョ。話せるの？この子。テミーに挨拶した。はい、あっちしてみだお。手が、あー怖い。ちち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 。こ、テミは他の攻撃を忘れてしまった。この子は、なんか他にもできることがあるんかな。テミに筋肉をもりもり動かしてみせた。
にゃん、筋肉、キャワワクにゃい。僕はそうは思わないな、出てくんなし。いや、二人っきりだね。ちょ、待って、待って、なんでお前が出てくんだ。ちょっと二人っきりじゃねえわ。ちょ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 、怖い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 。アーロンはこちらが筋肉を見せるのを待ってる。君に興味はないんだ。君に興味は全くないんだよ。どういう状態やったん？てかさっきのさ、なんかあの看板、テミーがどうたらこうたらって書いてなかった？てかこの先ないやん。向こうに戻らんといかんってことか。ね、なんか、はてなはてな、テミーどうちゃらこうちゃらみたいな書いとったやん。あれのこと？隠しボスって書いとったけど。なんか自分から現れたよ、隠しボス。そういう感じな。しかもよくわからん攻撃やったし。なんなんやろ。なにこれ。なんでもないんか。あ、ちょっと待って、看板かこれ。魔法の光もろうそくも持たないモンスターたちは、方面の道をクリスタルで照らした。今、めっちゃ光よりやつ、これ。そういうこと？え、なんか急激に仕様が変わったんですけど。ほっ。あ、なるほど。あれを、ちょ、待って。あれを調べた件ってこと？そういうことではないんかな。あ、道が消えそう。あれを定期的に調べればいいってことかな、逆に。定期的に調べると、なんか明かりが灯って。助けて、見えない、何も見えない。どこに行けばいいのかがわからぬ。この先は何もないのか、もしや。待って、明かり。びっくりびっくり。ウォッシュアとアーロンが現れた。現れないでください。逃がしてくれない。ちょマジで逃げれない場合もあるんすか。くわ、水がなくても平気とか言うけど、めっちゃこいつ水まき散らしてくるよ。ちゅ助けて。ということは洗う。汗かいた。なんなんこの組み合わせ。ウォッシュアに洗ってもらえばいいんじゃないかな。ちょ。水中の家畜小屋の匂いがする。水中の家畜小屋がわからないんだけど。何、水中の家畜小屋って。謎すぎるわ。お、これは。何かがありそうな気がしたけど、そんなわけでもない。これ進みよんかな。あ、進んだ。後ろだ。ちょっと待って、ここ。七つの人間の魂。それさえ手に入れば我らが王は。アズゴアドリーマー王は。あ、王様のことアズゴアって。え、殺されるの？いい人としかさっきから聞いてないんやけど、マジで？神となる。それさえ手に入れば、アズゴア王はついにバリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。良いか人間。これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ。さもなくば、私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。え、てか待って。え、ホットなんちゃらかんちゃらタウンはどうなったんすかね。アンダイン、俺も一緒に戦うぜ。いや、おい。私なんですけど。すっげえ、アンダイに会えたじゃん。やったな。しかも戦うところこんな近くで見られるぜ。違う、私が狙われてるんだ。気づけ。あれ？アンダイン、誰と戦うの？ちょっと、このこと父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね。消えてったけど。あら、もしや。あら、まあ、自由に歩けるわ、私。今の言葉が表示され、あ、こっちに行けるようになった。花だらけだよ、今度。通りすがりの会話が聞こえる。私の願い事を教えてあげてもいいけど、笑わないって約束する？ここでもまだこの話しようんや。笑うわけないでしょ？
誰の会話なんやろ。私たちが閉じ込められているこの山の頂上にいつか登ってみたい。空の下に立ってどこまでも続く世界をこの目で見てみたい。それが願いよ。モンスターかな。笑い声が聞こえる。ちょっと笑わないって約束したじゃない。結局笑ったのね。ごめんごめん。だって私の願い事と同じだったからつい。だが地底の世界にはこんな予言も伝わる。地上を見し者、すなわち天使は舞い戻る。天使が戻るとき地底の世界は無人となるだろう。どういうこと？なんか難しくて私にはよくわからないんだけど。何これ？なんでもない。おーい待てよ。あ、アンダインはどうなったの？どこ行ったの？アンダイン、何？もしかし罠？大丈夫？引っ張られていかんかった？君、俺こんなとこにいるのがバレたら怒られちゃうんだけど、ちょっとお前に聞きたいことあって。やべえ、こんなこと誰かに聞くの初めてだ。お前ってさ、人間なんだろ？やっぱな、絶対そうだと思った。てかまあ、絶対は言い過ぎか。実はさ、アンダインに言われたんだ。あの人間とは関わるなって。ってことはつまり、俺たち敵同士ってことになるっぽい。でもさ、なんか俺苦手なんだよね、そういうの。だからさ、お前ちょっと意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。え、なんか切ないな。な？いやよ。なんだよ、じゃあ俺から言えって。はあ、しょうがねえな。お前なんか大っ嫌い。はあ、何やってんだろう俺。帰るわ。なぜバック？あ、帰ってった帰って。ああ、で、大丈夫ちょっと。わあ、ちょっと助けて。足が滑った。アンダイン。これは、助けるでしょ。当然助けるでしょ。はい。おい。俺の友達には指一本触れさせねえぞ。俺が相手だ。おお。え、下がってくの？アンダイン。どうした？え？来ないの？行っちゃったよ。お前のおかげで助かったよ。敵同士ってのも面白いかなって思ったけどさ。やっぱ俺たち友達で見られないっぽいな。いつから友達になったんかあんま知らんけどね。やっべ、マジでもう帰んないと。父ちゃんと母ちゃんが心配する。またいつかね。じゃ、またな。いい子だな、まったく。こういうのもあれなんかな。あそこで助けずに、先に進んでいくっていう選択肢ももしかしたらあったんかな。と、私は今思っている。おるやん、ダイン。七つの人間の魂。それが手に入れば、アズゴワオは神となる。6つ。我らがこれまでに集めた魂は6つ。え、最後の1人、私。そう。貴様で7つ目だ。貴様の魂が手に入れば全てが変わる。だがその前に、ここまでたどり着いた者には必ず、我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その発端は遠い昔。と思ったが、めんどくさい。時間の無駄だ。急に。どうせ貴様は知るのだ。ちょっと待って。じゃあ頑張ってよ。もうちょっと話してなんか。おい貴様。何これ、可愛くない？もっと可愛いんかと思ったのに。女の子っていうけんさ。貴様がいる限り我々には夢も希望もない。アルフィーの借りた歴史書に描かれる人間は優しかった。だが貴様は冷酷な悪党以外の何者でもない。この世界をうろつき、目に入った者は見境なく殺す正当防衛だと。笑わせるな。貴様は決して闇にやむにやまれず殺したわけではない。たやすく殺せるから、それだけの理由で戯れに罪なき者たちを殺したのだ。それを知った時の私の心の痛み、貴様にわかるか？家族が永遠に帰らない、そう悟った者の気持ちが貴様にわかるか？だが貴様の悪事もここまでだ。さっき目の前で助けるとこ見たやろ。これ以上は誰も殺させない。正義の勇者が全て阻止してやる。貴様の手にかかり苦しみ死んでいった者たち、貴様に打ち砕かれ、塵となって夢と希望。この槍で私が仇を打ってやる。ぬあ、モンスターの決意の強さ、今思い知らせてやるぞ。さあ前へ進み出ろ。貴様は終わりだ。嫌なんですけど。黒い風が鳴いている。決意がみなぎった。まあ確かにここは決意がみなぎるかな。ほ
い、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そっか、ここえ、なんなの。まあ、モンスター側の気持ち的で言えば私はめちゃくちゃ悪党ということになるのか。でもそんなに言われるほど倒してないけど、まあ一人でも殺したらそりゃそうか、人間やったら大問題か。そういう感じね。